岡本駅は兵庫県神戸市東灘区岡本五丁目にある阪急電鉄神戸本線の駅。駅番号は HK-11。当初は普通、急行のみ停車していたが、1995年6月12日に阪神・淡路大震災の復旧工事が完了した際に実施されたダイヤ改正で特急をはじめとする全営業列車の停車駅となった。 神戸本線の中間駅で阪急と JR の駅が最も近接しているのが当駅であり、JR 神戸線との競合の手前、震災前から当駅に特急を停車させる構想はあった。当駅が特急停車駅となったことで特急の所要時間が伸びたため、普通列車の六甲駅対比が少なくなった。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。全営業列車が停車するが、 分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。つまり、環球接続や折り返しができないが、特急や通勤特急は、当駅で通勤急行や普通に乗り換えることができるという案内をしている。双方のホームは地下道で連絡しており、エレベーターも設置されている。駅舎は、三宮方面行きホーム、大阪梅田寄りにある。その他、 大阪梅田方面域ホーム側にも駅員無配置の改札口がある。かつては大阪梅田よりの踏切の東側に渡り線が設置されていた。また、2番線山側の崖下に大阪方向に向いた側線があり、上空には使われなかったが工事用家電の引く貨車が留置されていたこともある。この3番線は校内地下道新設プラットホーム拡幅工事の前に、 撤去され、埋められて、二番線ホームの拡幅に利用された。2020年7月時点で、フラップ式発射表が現役で使用されている。上下とも、特急、普通がそれぞれ毎時6本ずつ発射する。以下に、発射する運転系統、停車駅、本数の一覧を示す。2019年の1日平均乗降人員は28,105人で、ある。 阪急電鉄の駅では、第26位で、神戸線の特急通過駅である、六甲駅、向野荘駅、塚口駅、その田駅より少ない。近年の1日平均乗降、乗車人員は、下表の通りである。当駅と摂津本山駅の位置関係で駅ある、高級住宅街が連続する、阪神間の中でも代表的な位置にあり、駅周辺は、豪壮なる、 邸宅建築が多く、神戸市内の住宅地で最も地価が高い。また大学も多く立地し、JR 摂津本山駅前から東駅周辺は若者向けのカフェや雑貨店が並ぶ学生街でもある。東駅を下った山手幹線沿いにバス停がある。ありがとうございます。